さて馬場さん、このビッグブーバーとマイティーの上、これだけの体格差がありますと相当マイティーの上も苦戦しますね。そうですね、大きいですけども彼動きがいいですよね、非常にね。はい、こういう大きい相手とやるときマイティーの上はどんなファイトをしなくちゃいけませんかね。まあね、自分の小さいのをこうやって生かす方法を考えなきゃいけないと思いますけどもね。はい、重量感たっぷりのエルボードロックを当たらしましたマイティーの上。腕を取っていく、腕を取っていきますマイティーの上。しかしそれでもマイティー井上の胸のあたり非常に上背があります。2メートルを3センチ超えているビッグブーバー。腕は取られていますが余裕はあります。ニュートラルコーナーにマイティー井上を攻めていく。右落ちのあたり、パンチが一つになりました。おーっと、そして今度は、顎の先端にパンチがヒットいたします。顎を押さえるマイティーの上。ロープに振った。おっと、素早い身のからし、これは驚いた。いやー、馬場さんご指摘の通り、ビッグブーバー、動きも速い。そして下からパンチを突き上げます。いや、馬場さん、この動きいかがですか？そうですね、非常に素晴らしいですね。びっくりしました、ビッグブーバー、びっくりブーバー。1962年ケンタッキー州ルイビル出身。マイキーがその小さな体をいっぱいに使ってアタックしていきます。そして出ました、夏が回る夏の風物詩サマーソルトドロップ。序盤戦から飛ばしますマイキーの上、カバーに入った。ああ、序盤戦、いきなり18番サマーソルトドロップを出しましたマイキー。ドロップキックがかわされた。馬場さん、このあたりの読みもなかなか憎いものがありますね。そうですね、5年前にね、来た時にはまだレスリングを覚えたてみたいなところがありましたけども、はい、まあ、ニューヨークでやっぱり5年連続でした、やってきましたからね、非常にその動きも良くなりましたし、勘も良くなりましたね。テンションはいいですね。今もマイキーの上、ロープをポンと使ってました。これが得意技、カバーに入ってた。カウント3、カウント3、ビッグブーバー勝、素晴らしい戦いスプリット。完全な決まりにマイキーの上